できました、1の10がサワラ、これがジャカゴサワークリーム、梅人参、エビの旨煮、ごぼうのみじんこ揚げ、これがからすみ、ハマチの、ゆこう焼きで、イカの黄身焼きで、これがアワビ、ヤドカリですね、アワビの殻を借りて、ホタテバターかな、で、カズノコですね、カズノコで、二の重がレン、からしレンコンで、これが、豆板焼きで、鶏の、ロール巻きで、これが八幡巻きで、フグの、ゆず味噌あえで、鶏団子田作り、これがみじんこ揚げ、エビのみじんこ揚げ赤白ですね。で、三の重、菊花大根、これは佐賀市の黄身巻きで、これが佐賀市の大根巻き、花れんこん、これ大根巻き、筑前煮で、これが、くわいの揚げ煮ですね、梅煮と、で、柚子の中に、なますが入っています。あと黒豆が別に炊いたのと、これが酢の物ですね。いろいろ残った分で酢の物してます。これで一応完成ということで、年末お疲れ様でした。良いお年を迎えてください。お疲れ様でした。今回自宅で、おせちを作って動画に載せたんですけども、分かりづらい、動画ばっかしですいません。もし何か役に立てればと思って急ピッチで載していったんですけども、見てもらったら嬉しいです。あと、今回終わって、また来年から 2,3 週間ぐらいのペースで1回ぐらい載せるペースになればいいと思います。お疲れ様でした。良い正月を迎えてください。ありがとうございました。